江戸時代に松江藩を治めた松平家の菩提寺でもある松江市の月照寺では、およそ3万本のアジサイが植えられていて、境内は鮮やかな色に包まれました。植えられているのは西洋アジサイやガクアジサイ、柏葉アジサイの3種類。今年は雨が少なかったことなどから、例年より1週間ほど遅い一昨日に見ごろを迎えました。昨日はおよそ500人がアジサイを見に訪れた月照寺。今日は松江市の最高気温が 28.6 度となる中、涼しさを求めて次々と観光客が訪れ、鮮やかに咲くアジサイを写真に収めていました。すごく綺麗な時期に来れて嬉しかったです。青です。僕の好きな色だから。親子で初めて来て一緒に見れて楽しかったです。この月照寺のアジサイは今月末まで楽しめそうだということです。